今回はドラフト最新情報についてお伝えします。このチャンネルは阪神タイガース情報を配信しているチャンネルです。阪神タイガースファンの方でチャンネル登録していない方がいらっしゃれば登録よろしくお願いいたします。ということで本編の方に戻っていきましょう。阪神ドラフト最新情報ということで、紙面でですね、阪神のドラフト情報出てきておりましたので、この部分について共有していきたいと思います。はい、まあ今までですね、何名か、名前出てきていましたけれども、改めて振り返りたいんですけれども、紙面上でですね、ドラフトリストアップ選手として出てきていたのは日本生命の石井捕手、まあ、その他にはですね、高校生投手の、沼井投手であったりとか、あと茨城投手ですね、今お兄ちゃんが阪神タイガースにいますけれども、茨城投手が上がっているというような状況でしたけれども、今回ですね、新たにリストアップされているというふうに名前が上がってきたのがこの投手たちです。はい、神戸弘陵のですね、村上投手、前橋商業の清水投手、あとは佐伯角城高校の下流投手がリストアップされているということが分かりました。でこの3人はですね、夏の甲子園出場していなかったんですけれども、いずれのピッチャーもですね、150キロ前後の直球を投げる本格派投手と、で全て右ピッチャーですね。で、まあ、この辺りをリストアップされているということが分かりました。でまあ、こういうところから見てわかるのがですね、まあ、結構ドラフト今年枚数取ってくるんじゃないかっていうことが感じるところですね。まあ、この清水投手であったりとか、神戸弘陵の村上投手なんかは、まあ、甲子園出れませんでしたけれども、ある程度の名前が通っている投手だと思うんですけれども、佐伯角城高校の下流投手はですね、私もちょっと、全く気にしていなかったというか、ノーマークの選手だったんですけれども、こういうところまで幅広くリストアップしているっていうことは、まあ、今年ドラフトをたくさん取っていくぞというような現れなんじゃないかなというふうに思います。ファームの方を見ていくとですね、やっぱり期待の若手って呼ばれる選手がなかなかいなくて、で、まあ、今年鳴尾浜でですね、2軍、ずっと見ていましたけれども、なかなか厳しい状況かなというふうにも思います。で来年から、ね、球団移設、まあ、鳴尾浜からですね、新球場に移転する予定もありますので、ファームの方の充実っていうところも、やっぱり、絶対命的なですね、命題だと思いますので、まあ、このあたりを埋めていくんじゃないかなというふうに思います。あと、やっぱり気になるのが、大学生投手とか社会人投手ですよね。まあ、このあたりが、まあ、去年なんかで言うと、まあ、トートリーグだけで7人、ドラフト1位候補がいるよねということで、トート7人衆みたいな感じで言われてましたけれども、まあ、今年に関してもですね、いいピッチャー、もちろん金丸投手をヒットにいますけれども、まあ、ドラフト1位でですね、こう埋め尽くされるかどうかと言われればちょっと微妙というかですね、枚数が足りていないかなというような感じもしますので、まあ、金丸投手外してしまって外れ1位誰になるかっていうのは結構しんどい状況だと思うんですよね。まあ、去年なんかで言うと竹内投手と常廣投手、まあ、結構人気集中しましたけれども、ね、外れてもですね、まだまだ選べる投手いっぱいいるよねっていうことで、まあ、特攻するっていうような感じもあったんですけれども、まあ、今年に関しては、じゃあ金丸投手もしくは宗山選手外した後のこう選手ですね、がかなりちょっとこう落ちてしまうというか、そんなイメージもあるので、まあ、高校生にもっとフューチャーしてですね、まあ、低い順位からでも、取っていくっていうのは、ありなんじゃないかなというふうに思っています。神戸弘陵のですね、村上投手は最速153キロで、まあ、今年の兵庫県大会ではですね、3回戦で敗れてしまいましたけれども、まあ、やっぱりこの選手自体はですね、注目されていて、まあ、甲子園出てもおかしくないんじゃないかなというようなピッチングだったと思いますし、まあ、当然プロ志望届を出していて、指名っていうのは間違いないかなというふうに思っています。まあ、それが上位なのか、中位なのか、下位なのかっていうところは、難しいところですけれど、ちょっと上位だとですね、高掴み感っていうのもあるので、中位から下位以降で、取れればですね、まあ、この投手なんかも面白い選手になってくるんじゃないかと思います。まあ、阪神タイガースも茨城投手だったり、門別投手。まあ、門別投手はドラフト2位だったので、上位では指名しましたけれども、茨城投手みたいにこう4位からでも、しっかり取れてですね、まあ、1年目ちょっと打たれてしまいましたけど、2年目は確実に成長しているところも見れますし、まあ、伸びてくるっていうところを考えればですね、こう大学卒業時ぐらいまでに、いわゆるこうドラフト1位ぐらいの能力まで、上げてくればいいんじゃないかなというふうにも思うので、まあ、このあたりは非常に魅力的な選手ですし、まあ、4位、3位、まあ、これぐらい取れれば、村上投手なんかは、万々歳なんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あとはですね、まあ、関東で言うとですね、前橋商業の清水投手ですよね。
まあ、清水投手はちょっとこう怪我っていうところもあって、なかなか登板機会っていうのも高校時代は限られていたっていうところもあるので、まあ、評価が割れる感じにはなると思うんですけれども、やっぱりちょっと怪我後っていうところもあって怖いところではあるかなと思うんですが、清水投手もですね、最速149キロの直球が武器ですね。あとはスケールの大きさっていうところもあって、まあ、清水投手は身長193センチと非常に大柄なんですよね。でまあ、ただ大柄なだけにですね、ちょっとこうコントロールであったりとか、まあ、そういうところってどうしても苦手っていうイメージがあって、まあ、フォアボールも結構出しやすいようなタイプなので、まあ、清水投手もですね、まあ、もちろん高校生というところもあるんですけれども、入団してしばらくはですね、やっぱり育成みたいな感じの状況になると思いますので、まあ、清水投手に関しても、まあ、注意ですね、まあ、4位から5位ぐらいで清水投手なんかが取れれば、で取った球団は結構美味しいんじゃないかなというような感じです。であとは佐伯鶴城高校の狩生投手はですね、ちょっと僕もノーマークだったので、どれぐらいのっていうところがわからないんですけれども、まあ非常に高身長で手足が長いっていうところもあって、まあストレートの勢いは抜群というような形ですね。はい、まあこういった形で、まあ阪神タイガース続々とドラフト情報が出てきています。まあそういった中でやっぱり見えるのは、ね、高校生投手であったりとか、キャッチャーは本当に取るのかなというような感じなんですけれども、名前が上がってきていますね。であとは感じのやっぱりドラフト1位ですね。もう根山選手に行くのか、金丸選手に行くのか、まあここは非常に難しくて、まあ今まだドラフト1位で公言している球団っていうのはないものなので、まあ、誰が一番最初にどの選手を公言するかっていうのは、まあ、非常に見どころになると思いますし、ポイントになると思います。はい、まあ、少しずつですね、阪神タイガースの骨格、ドラフトの骨格見えてきましたよね。まあ、捕手ももちろん片山選手戦力外にしたっていうところもあるので、まあ、6名体制でいくのか、6名だとちょっと少ないんじゃないかなというふうにも思うので、まあ、石井捕手上位あるか、まあ、個人的にはまだいいんじゃないかなと思うんですけれども、であるならばやっぱり箱山捕手ですよね。健大高崎の箱山選手なんかを、取って、まあ、中川選手もそうすると3つぐらい離れてくるので、まあ、世代的にも被るってことはないと思いますし、まあ、石井選手取っちゃうとね、こうどうしても、坂井田選手とかと被っちゃうような気もしますし、まあ、バッティングの方も、良くなってきているというような話もありますけれども、じゃあプロに入った時にどれぐらい打てるかってなった時に、まあ、やっぱり2割3分とか4分ぐらいだと、じゃあ海野選手、坂本選手とあんまり変わらないよねというような評価にもなってしまうのかなというところもあって、まあ、個人的にはですね、やっぱり1位に金丸投手か宗山選手行って、その後2位3位ぐらいで即戦力の中継ぎ投手ですよね。まあ、今年桐敷投手、石井投手が良かったから、なんとか、形にはなりましたけれども、来年もいいという保証は絶対ないですし、まあ、そういうところで言うと、まあ、個人的にはやっぱり庄司投手なんかを指名してもらうと面白いんじゃないかなというふうには思います。はい、まあ、今年、まあ、こういった形で投手がですね、まあ、去年も投手で行ってるんですけれども、うまくいかなかったということもあって、もう一度投手ドラフトになるんじゃないかというような感じですよね。まあそんな中でやっぱり1、3塁じゃあ、あとはどうするのかっていうところもずっと課題積み残したことになっていますので、まあ大山選手の後釜であったりとか、佐藤輝明選手ずっとサードなのかとかっていうところを考えると、1、3塁型の選手っていうのはやっぱり取ってほしいところではありますけれども、ただですね、今年に関して言うと実は、高卒大卒もそうなんですけれども、1、3塁型のこう有望株っていうのがあんまり正直いないですよね。まあ、西川選手であったりとか、佐々木大選手、まあ、このあたりはそうだと思うんですけれども、ドラフトの高校生の方を見てもですね、まあ、ショートで石塚選手であったりとか、宇野選手いますけれども、まあ、一、三塁型、どちらかというとそういうタイプの選手になっていくんじゃないかと思いますが、まあ、このあたりしかいないっていうところもあって、まあ、下位で、まあ、何かちょっとこう、隠し玉的な選手が野手で取れるかって言われると、ちょっと難しいかなっていうところもあるので、まあ、投手中心に今年は攻めるのもありなんじゃないかというふうに思っています。はい、まあ、紙面情報なので、まあ、どこまで整合性があってっていうところはわかりませんけれども、まあ、こういった形で高校生の名前が出てくるっていうのはいいことだなと思いますし、まあ、注意から書いてですね、まあ、このあたりの選手が取れれば面白いんじゃないかというふうに思っております。はい、まあ、今回はですね、ドラフト情報ということで、まあ、高校生投手ピックアップされているというお話でした。
皆さんいかがお考えでしょうか。もしよろしければコメント欄の方にも書き込みよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。